2022年ロシアのウクライナ侵攻は NATO が怖かったから。ロシアがウクライナに侵攻した理由はウクライナが NATO に入りたいと。でこのままだったら NATO に入ってしまうと。それは怖いなということでウクライナに攻め込んだと。ロシアの言い分としてはウクライナが NATO に入らない、これを確約してくれればっていうのが多分狙いでしょうね。停戦の目標としてはウクライナの非軍事化と、まあ、武器捨てろっていうのと、NATO に加盟しないっていう確約を出せと。でおそらくそのウクライナの非武装化っていうところは本気じゃないですよ、ロシア。まあちょっと多めに相手側に請求してるみたいな感じだね。ただ絶対欲しいのはウクライナが NATO に入らない。ロシアは NATO が怖くて怖くてたまらないんですよ。なんで NATO が怖いのか。 NATO って何か、 NATO って何なの。西側の軍事同盟。西側の軍事同盟、北大西洋条約機構。資料集が278ページ左下に NATO あって、世界最大の軍事同盟になってます。で NATO っていうのはどういう意図で作られたかというと、アメリカを巻き込んでドイツを封じてソ連、まあ、現在ロシアね、ソ連を、牽制するという目的でできたわけ。まあ NATO の前身が、まあ、WEU で西ヨーロッパ連合条約で、まあ、イギリスとかが入ってたんですけども、イギリスが何ビビってるかというとソ連の拡大をビビってるわけよね。イギリスっていうのはまあ未だに貴族がいる国で地主制国家 でソ連っていうのは共産国家っていうのは全部地主を殺していくので、まあ、その恐怖があったわけよね。ソ連があまりにも調子がいいのでイギリスやフランスだけではとても守りきれんなと考えて、アメリカさんも入ってもらってと。アメリカが第一次世界大戦に参戦したじゃん。その後アメリカは撤退したんですよ。これ大事なポイントですよ。アメリカは一次大戦に参戦しましたけど、戦争が終わった後引き上げましたと。先ほど言ったように孤立主義が強くなって。ところが第二次世界大戦ではアメリカは参戦しました、ヨーロッパで戦いました、そのまま米軍残ってるんですよね。でそのうちの一つのファクターとして、大きなファクターとして NATO がありますよと。北大西洋条約機構があってと、まあ、現在もドイツとかイギリスとかイタリアなんかには米軍基地がありますしね、まあ、米軍基地が、ない国であってもアメリカの軍人が、まあ、NATO の要員としていてと。じゃあ武器はこれで同じものを使いましょうと、戦争の時はこの指揮命令系統で動きましょうっていうのを常にやってるわけですね。ドイツを封じてっていうのは、2度の世界大戦がドイツが原因だった。ドイツが暴れたから世界大戦になった。だドイツをコントロールしたいと。こう封じるっていう表現をちょっと使いましたけど、もっと言うとコントロールですね。西ドイツが、まあ、再軍備して NATO に入るわけですよね。でそのドイツの軍事力も使いながら、まあ、そのドイツの軍事力もって言いましたけど、ドイツの軍事力でかいですかね。ドイツの軍事力も使いながらソ連を牽制すると、共産主義に対抗する、ロシアに対抗する現在のっていうのが NATO です。あれと。ちょっとここで確認したいのは、ドイツを封じてドイツをコントロールしているというところに着目したいんですね。イギリスはソ連が嫌いで怖くてしょうがないと。だからナチスドイツに対して甘々な政策をやりましたよと。融和政策ですね。いいよナチスドイツと、潜水艦ある程度持っていいよと、ある程度大きくなっていいよと。でそれでソ連を牽制しようと、ソ連に対抗しようとしたわけよ。これって第二次世界大戦前の話ですよ。確かに融和政策というタームは二次大戦のタームですよ、戦艦機のタームですよ。ところが構造は現在も変わっちゃいないですよ。ドイツっていうのは再軍備して NATO の一員となってと。でこの NATO っていうのは仮想敵はソ連なんですよ、ロシアなんですよ。でその NATO がどん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 拡大していくっていうのは、もうソ連からするとロシアからするともう恐怖でしかないわけですよね。ウクライナまで NATO になってしまったら、そこに短距離ミサイル、短距離ミサイル安いし当たるしね、並べられたらもうモスクワは丸裸じゃんって話になるわけですよね。だったら積極的防衛だということでウクライナに侵攻したと。 NATO っていうのは
これは対ソ連、対ロシアの軍事同盟でと。それがすぐそこまで来てたっていうのはあるわけよね。じゃあ次にアメリカがついてる嘘を話します。アメリカは今現在こういうこと言ってます。ウクライナを支援したいけども、ウクライナを軍事的にね支援することはできないと。だって NATO 加盟国ではないからと。あれ嘘ですね。だってアメリカは NATO 加盟国でないところにも派兵したケースがありますよ。事例わかる？ NATO が加盟国でないとこと戦争した。本来ね、 NATO というのは本来は軍事同盟ですと。 NATO 加盟国に対する攻撃は全加盟国に対する攻撃とみなして全員で報復しますよっていうのが基本なんですよ。ところがそういうケースでなくて NATO 軍が動いたケースがあると。どういうケースかというと、試験に出るのはユーゴ内戦におけるセルビアへの空爆ですね。何があったかというと、ユーゴ内戦の過程でセルビアがアルバニア系の住民を虐殺しとったと。で別にアルバニアは当時独立国でもないし NATO に NATO 加盟国でもないです。国じゃないからね、まだね。けど NATO はアメリカはこのアルバニア系住民の虐殺は人道上の問題があると。故に NATO が出動してセルビアを攻撃することでアルバニア系住民への虐殺、これをやめさせるって言ってセルビアにバンバカバンバカ空爆したわけですね。え、先生、軍事同盟の機能ではないですよね。ない。え、アメリカは何のために空爆してるんですかと。本当にアルバニア系住民を守りたくて空爆してるんですか。どうなんだろうね先生。それって国連がやれって言ってるんですか？違います。これポイントで、国連がやれって言ったわけじゃないですよ。 NATO がやって、アメリカがやったんよ。どういうことだ。ちょっと話変えます。そして結論変えます。アメリカは海外に派兵するときに、パターンが3つあって、まず1つは国連が OK 出しました、国連が 100%OK 出しましたというケース。これ例えば朝鮮戦争とか湾岸戦争とか多国籍軍ですね。まあ国連がじゃあやっていいですよと、まあ細かいことは現場でお任せしますっていうことで多国籍軍という名称を使うわけですよね。でこれがアメリカにとって一番大義名分が立つ戦争なんですよ。国連のお墨付きがありますよと。で国連のお墨付きがないと、けどある程度大義名分、ある程度他の国々もそうだよねとアメリカさんが言うとりですよね、うちもまあ形だけになるかもしれないけどちょっとは手伝いますよっていうのが NATO なんです。さっきあったユーゴ内戦における NATO の介入とか、言い方が悪いけど NATO はアメリカにとって使いやすいんですよ。で NATO でもいやそれはっていう場合はあります。例えばフランスとかが、フランスはまあ NATO 入っている時と入ってない時あるんですけども、ちょっとそれはやりすぎじゃないですかっていう場合はもうアメリカとその犬であるイギリスだけでやる。例えばこれは2003年のイラク戦争ね。まあだから有志連合で表現使うんですよね。でここで確認したいのは NATO っていうのは単なる軍事同盟ではないってことで、アメリカにとってその都合がいい組織っていうのはあるわけですよ。じゃあ先生、なんでけどセルビアを空爆するんですか。本当にアルバニア系住民を助けたいんですか。ちょっと話変わりますね。 NATO 加盟国をアメリカを増やしたいっていうのは基本方針です、まあ、来るもの拒まずっていうのが NATO の方針です、基本的に。それいいの、ガン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 仲間を増やしていいのかな。 なぜ仲間を増やしたいの、まあ、NATO に入るメリットありますよ。東ヨーロッパの国々がポーランド含めた旧共産国家が NATO に入ったら再びソ連が再びロシアが攻めてくるようなことはなかろうっていうのはあるし、あと武器も安くある程度手に入る。アメリカのメリットは、アメリカの NATO 拡大のメリットは、自国の軍隊を戦線に出す必要がなくなる。ああ、他の国々から兵隊を出してくれるってこと？いや、NATO 軍の主力は基本的に米軍やね。
メリットは何だろう。アメリカが儲かるからです。なんで儲かるか分かる。 NATO 標準の装備が大体アメリカ製。そうそうそう。まず NATO に入るっていうのは共同作戦をするために武器を統一しますよ、 NATO 規格を使いますよって話になる。で武器がより増えるわけですよね。でこれ非常に問題なのが武器っていうのが極めて量産効果が働くんですよ。最初の一つを作るのは、原型を作るのは、プロトタイプを作るのはすごく金がかかるんだけども、一旦作ってしまえばあとはパン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 量産してしまうと、量産できると。だから作れば作るほど1個あたりの単価が下がる、作れば作るほどめちゃめちゃ儲かるって話になる。だから NATO 加盟国が増えれば、つまり NATO 規格の武器を作る国が増えれば儲かるわけですよ。でここで受験世界史に戻るんだけども、 NATO の根底には何々があると言われる。1961年の1月にアイゼンハワー大統領が辞める際に最後の演説で、何々が現在存在していて、何々がアメリカどころか世界を大きく変えてしまうと、これは非常に危険だと言いました。何？軍産複合体。軍隊と政治家と企業が癒着してと。アメリカは世界最大の経済大国ですが、アメリカ最大の主要産業は軍需産業なんですよね。アメリカ最大の企業は、アメリカ最大の産業は軍需産業なんですよ。だからNATO が拡大すれば拡大するほど、まあ、アメリカの軍需企業が儲かるという仕組みがあるわけですよね。これはまあかなりまずいかなと。今回 の、 そのロシアのウクライナ侵攻の根底にはそれがあるかなと、まあ、アイゼンハワーは間違いなくそう言ってますよ、墓の中で。あと NATO 規格のさ武器を買うときは、アメリカ製の武器を買うときは当然ドル札で支払いますよね。そうなるとどういうことになる？まあ、NATO に加盟しましたよと。じゃあその連絡要員で、米兵派遣し、ま、あのアメリカ軍の証拠派遣しますよと、連絡証拠派遣しますよと。でこれで指揮命令系統やりましょう。でこれ新しい NATO 規格の武器ですよ、じゃあ使い方を教えますね。じゃあ、軍事顧問団送りますよと。で支払いはドル札ですよね。でドル札で支払うということは、ドルは基軸通貨のようなものになると。で皆がドルが欲しがると。武器の支払いはドル札だし、米軍の駐留経費もドル札だしと、でドル札を集めなきゃいけないということで、確かに昔に比べればドルの影響力は低下したとはいえ、ドルは未だにやはり基軸通貨の一つで、大きな大きな一つでと。だからアメリカが金がいるってなった時に、みんなが欲しがってるから大丈夫だろうということで、ある程度印刷できるわけですよね。でこれを、まあ、プーチンは何て言ってるかというと、アメリカは基軸通貨の上に堕落しているとか、基軸通貨の上で搾取しているというふうに表現してるわけよね。で今日いろいろ話したんだけども、ロシアがウクライナに侵攻しました、いっぱい人が死んでます、ロシア悪いね、じゃあダメだろうと。いや、なんでそもそもロシアがウクライナに侵攻したんだ、そもそもなんで NATO がここまで拡大していくんだ、そこまで我々は分かんなきゃいけないかなと。